考えるごに苦手意識を持っているので思ったことや感じたことや今までのことを元にして日記を書くかのようにまるで呼吸をするかのようにあまり深く考えることはせずに自分の言葉で歌詞を書いている。苦手意識を持っているので歌詞に深い意味を持たせることはできないし伏線を張ることも回収をすることもない。私はその程度か他の人のような人との手入れ深みがある歌詞と違って私は書く歌詞はありのままに沈み腐れた財布上だ。私に蓄積されているの離陸は簡易的な頻度によると中学2年生程度しかないようで落ち込んだ。考えない